this old man, he played one. He played knick-knack on my thumb with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played two. He played knick-knack on my shoe with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. Good, good. うん、これが入ってくるか分かんないのが嫌なんだよな。ああ気持ちいい。おはようございます、ヤニックです。今日はというか今回は朝の散歩にクイーンカピオラニ公園にやってきました。大体あれですね、到着して体が慣れるまでは朝異常に早起きになっちゃうので、大体今日も朝5時に目が覚めたんですけど、2日目ですけどね今日。朝が早いとやることないんで、まあ散歩でも行くかっていう感じで、大体散歩はワイキキバニアンからだと歩いて5分ぐらいなので近くて、まあ、気持ちいい場所なのでよく散歩に行きます。ホノルルズーがある場所ですね。で現在朝のもうすぐ9時か、9時になるところですけど、まあ、今撮影が1月なんですけど、日陰だとちょっと寒いですね。少し日向だとちょっと暑いんですけど微妙なんですよね。だから一応長袖着てきたんですけど、まあ、ちょっと軽く散歩してみたいと思います。で大体散歩の時はいつもここで優雅に泳ぐカルガモをちょっとめでて、あ可愛いなって思いながら、なんか人に慣れてるか知らないですけど、あんまり逃げないですね。かといってまあ近寄ると逃げられるんですけど、あっちとかハトすげえな。ここでひとしきりカモをめでて、なんかこう和やかな雰囲気で一日を始めるみたいな、あいいなと思いながら、ちょっと鳩多いなあ、餌でもあげとんのかな。なんか鳩増えたんじゃん。あれ前より増えたな。カルガモも全然逃げないし、なんかむしろ寄ってくるぐらいだもんな、人を見るとなんかどんどんずどしくなってるよな、こいつらは。うちの嫁は歯とか苦手です。やり方怖い、わあちょっと怖い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 、なにこれ、やってきた。なんかあっという間に鳩だらけになって、すげえなこれ、なんか異常に増えたな。鳩小屋壊したんじゃないの。一応平和の象徴だから、ね、なんかカルガモも増えたな。もう絶対増えたな。
全然逃げないし、前もっと逃げたんだけどな。でこのカモゾーンを抜けるとダイヤモンドヘッドが拝めます。この感じが好きなんですよね。ここでダイヤモンドヘッドを見て、なんでしょうね、こうパワーをもらったような気分になるというか、木梨憲武さんのハワイの番組でも朝ここでヨガをするとかって木梨さんが言ってましたね。ここでやるとパワーをもらえたような気分になるっていうことで、まあ、とても気持ちのいい場所です。結構運動してる人とか多いですよね。まあここで僕らも散歩に来るときは寄って、ああ今日もいい一日だなと思いながら一日を始めるという感じかな。うん、いいよ、いい絵が撮れた。うん、いや大丈夫、抜けるから。うん、この直線がホノルルマラソンの最後のゴール地点につながる最後の直線ですね。ここを最後走ります。このずっと向こうの方にゴールがあって、最後この直線が結構きついんですよね、長くて。どうだ、直線だけで1キロぐらいあるのかな。この海に繋がっていく感じが好きなんですよね。でブーゲンビリア、ブーゲンビリアだって。そう。綺麗だよ。で海に出てきました。ここを右に曲がって海沿いを歩くのがの僕の好きな散歩ルートです。でベンチがあるんですけど、まあ今日は座ってる人が結構いるんですけど、空いてればここのベンチで本読んだりとか音聞いたりとか、まあ結構30分とか1時間とかまったり過ごしますね、朝ゆっくり。このベンチに座るとこの真っ青な海が目の前に見えてとても気持ちがいいので、今あっておじさんたちが座ってるところに座って、まあなんか本読んだりいろいろくつろいでます。まあ今日は撮影があるのでくつろがないですけど、で右手に見えてくるこの赤いパラソルのお店がまあ有名というかビアフットビーチカフェですね。やっぱ朝混んでるな。ここでコーヒーだけ飲んだりとかすることもあります。9時ぐらいですけど混んでますね。
で、ここに来るとメニュー表があるんで、このメニューを持って並んで並べばいいんじゃないかなと思います。ヨガやってます。朝は結構ここでヨガ教室開いてる場合が多いですね。これでだいたいゴール最初のスタート地点の方に戻ってきました。だいたい所要時間はどうだろう、30分ぐらいですかね、ゆっくり回って。朝から公園とビーチが両方散歩できて楽しめるおすすめの散歩コースなので、よかったら一度散歩してみてください。とてもとても気持ちいいですね。今クヒオ通りを歩いているんですけど、これからビーガン、ベジタリアンに有名なお店にちょっと行こうと思ってます。結構ワイキキってお店の入れ替わりがすごい激しくて、1年経つともうなかったりする店が多いんですけど、これから行く店は1980年からもう30年、40年近く営業している店で、日本人にはほとんど知られてないんですけど、アメリカではかなり有名な店らしくて、まあベジタリアンの間では特に有名な店らしくて、で前からなかなか来たかったんですけどね、なかなか来る機会なくて、やっと今日行けるんですけど、ここですね。私だ。ハワイのビーチと日本のビーチで一番違う点というのはどういうとこかというと、一番は海の家的な施設が一切ないことですね。もうほとんど公園のような状態で、まあ、特に何もないというんで、そのロッカーとかトイレはあるんですけど、ロッ
カーはほんのちょっとしかないです。ワイキキビーチの方にもうほぼほとんどない等しい状態っていうのと、どうやらインターナショナルマーケットプレイスに新しくフードコートができたらしくてですね、ザ・ストリートっていうフードコートらしいんですけど、それがどんなもんかなと思って来てみました。ほんと最近できたみたいでですね、あ、ここだ、ザ・ストリート、ここが新しくできたフードコートです。あー、でかい。なんかすごいけど、なんかメニューが分かりにくいね。はい。パーティーパス。Yes. Yes. Yes. So we have a four-choice option or seven choice. Four choice. Four choice. Two. One. 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 Awesome. I can help you right here.そうだ、13店舗ぐらい入ってるらしいですね。味はなんかすごい監修してる人がいてるらしくて、 なんとかっていう人が、ステーキハウス、うん、人が監修してる。おう、みんな美味しい。どれ、味はね、全部いい。系で食べにくいけど、あ、ちょっと半分に切ってある。べちょべちょ系ポークリッツ一種類が選べた。辛っ。
構辛いの？辛い。はい。ビールもらってこようかな。ビールもらってきて。これ。食べるから。はい。ビールももらえます。なんかだいたい6ドル前後の商品だから、6、20してだいたいまあ値段相応だね。でいろいろ楽しめるから、まあ悪くないかもしれないですね。ソースが入ったホットドッグ、ちょっと変わったメニューですね。食べてみたいと思います。このブリトーが好きなんですよね、メキシコ料理の。中はエビをチョイスしたので、家の近くというかホテルの近くにフードトラックが何軒か新しいのができてて、結構美味しそうだったんで利用してみたんですけど、うんうん、美味しい美味しいけど、これはちょっと辛いな。スパイシーにすんじゃなかった。いや、2個目のソースが
なんたらとスパイシーしか聞こえなくって、うん、やべえスパイシーしか聞こえんかったわと思って。あ、それスパイシーだったね。うん。めっちゃ早くしちゃったじゃん。あ、早口だった。うん。多分日本人まあ全然来ないような店だから、うん、慣れてないんだろうな。うん、おいしい。美味しい。なんかフルーツソースが、うん、栗みたいな。ココナッツソースと、うん、リリコイマスタードをチョイスしました。うん、うん、パンが美味しそうね。フルーツソース嫌じゃないね。うん、なんか思ったほど嫌な取り合わせではない。うん、こんばんは、ヤニックです。のつきです。1月11日が終わりました。うん、昨日のほぼ予定通りの行動でしたね。うん、で今日の主な出来事は、朝予定通り散歩行ったんですけど、カピオラに、クイーンカピオラニ公園かな、カピオラニ、うん、行ったんですけど、なんかそこの鳩の量がすごく増えてて、カモの量もすごい増えてて、あと多分餌付けしてる人が絶対いるんですよね。あれもうなんか人を怖がらなくて、むしろ寄ってくるみたいな感じで、気づいたら周りが鳩だらけっていうのが案外怖かったです。びっくりしましたね。去年はあんなんじゃなかったんですけど、めちゃくちゃ増えててちょっと焦りました。うん、っていうのと、ザ・ストリートのご飯美味しかったっていうのが、インターナショナルマーケットプレイスにお昼に行ったんですけど、これも去年行った時はまだフードコートとか全然できてなくて、全然正直ね、食べるところがなかったんですよ。ほとまあ、あるっちゃあるんだけど、3階に、うん、お高そうなレストランばっかがあって、お手軽な店が全然なくて、なんか次回は利用しないだろうなと思ってたら、今年来たら、まあ、フードコートができてるっていう話だったんで、そこで4種類選べるっていうチケットがあって、ちょっとずつつまみ食いができるっていうね。でお店も13店舗ぐらい入ってて、やっぱ悩みますからね。その中から 4種類、まあ、決まってるんですよね、出てくる料理っていうのは。13店舗の中から4つ選ぶと、ちょっとずつ料理が出てきて、ちょっとずつなんか味見ができるみたいなチケットがあって、それが25ドルだったかな。それがすごい良かったですね。あのご飯がとても美味しくて、あそこはおすすめだと思いました。でもう一つ上の7品頼むと32ドルかな、クーポン使うと32ドルになるっていうのもあるので、多分3人とか4人とかで行くんだったら、インターナショナルマーケットプレイスのそのチケットを買うと安く、しかも美味しく食べれるんじゃないかなと思って、これはおすすめだと思ったので、まあ、今日の出来事としてお話ししておきます。で明日の予定なんですけど、明日もまあ予定通り行くか分かんないですけど、まずマッカリーショッピングセンターっていうややマニアックな場所に行こうかと思います。でも明日全体的にマニアックだな、行く場所。マッカリーっていうのはちょっと離れた場所にあるショッピングセンターで、そのショッピングセンター自体はしょぼいらしいんですけど、中に入ってるレストランというか料理屋さんが結構安くて美味しいって、地元の人が愛してるお店が多いみたいで、まあ、美味しいよっていうところで情報を仕入れてきたので、まあ、一応行ってみようと。で次 CC ファッションっていうのも、ハワイに住んでる日本人のフラの人、嫁がフラ教室通ってるんですけど、そこで
仕入れてきた情報で、まあ、ハワイに実際住んでる日本人の人がフラのドレスを買うんだったら CC ファッションがいいと。種類が多いんだっけ、安い、お値打ち、安い、とにかく安いらしいです。まあ、フラをやる人でしたらこの CC ファッションは必見ですねっていうのは行こうと思います。で次はベアフットバーっていうのは、まあ、ベアフットビーチカフェっていうのもあると思うんですけど、そうじゃなくてバーですね。あのベアフットビーチ前にあるバーっていうのがあって、これもあんまり知られてない場所ではあるんですけども、とても良さそうな場所で、まあ、初めて行くもんですからぜひ行ってみたいってことで行こうっていうのと、まあ、最後はキングスフィレッジのファーマーズマーケットですね。これは僕らはもう何度も訪れてるんですが、やっぱりあそこはとても惣菜の品揃えが良くて、やっぱ一回は行っておきたいなっていう場所なので、明日キングスビレッジのファーマーズマーケットに行こうかなと思っています。それ以外にもまあ余裕があればいろいろ回ると思いますので、まあ明日はこんな感じでまたやっていきたいと思います。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた明日。